皆さんこんにちは。フィリピンラボ情報チャンネルの町田です。本日はですね、私のチャンネルの中でも多くの方が興味を持って見ていただいているアビガンについての進捗情報がありますので、それについてお伝えいたします。以前の動画をまだご覧になられてない方は、ぜひ以前のアビガンについての動画をご覧になってください。本日もですね、フィリピンでどのように日本のアビガンがですね、報道されているかということを中心にしてお伝えしたいと思います。はい、フィリピンではこのように報道されているんですね。アビガンは新型コロナウイルスの治療の候補の一つとして世界の注目を集めている薬品ですと。そしてアビガンは日本国内で350人以上に投与されており、その有効性の報告もあり、生産拡大とともに政府の認可取得を目指した臨床試験が行われていますと。そしてアビガンは新型コロナウイルスによる症状を緩和するのに有効であったとし、日本の安倍晋三首相は4月7日の記者会見で、他の国々にアビガンを提供することを発表しましたとフィリピンでは報道されています。日本政府はアビガンの備蓄を200万人が新型コロナウイルスを治療するのに十分なものとするため、2020年の日本の補正予算案に139億円を含めたこともフィリピンで報道されています。そして富士フイルム富山は以前、抗インフルエンザ薬であるアビガンの大幅な増産を発表していますと。現在月間約4万人分の生産量であるのを9月までに月間30万人分まで生産能力を拡大すると発表しているとフィリピンで報道されています。というのがですね、日本のアビガンについてフィリピンで報道されている内容ですね。それではフィリピン国内ではどのようにこのアビガンを試験していくのかというお話に移ります。フィリピン保健省は2020年7月の第2週または第3週までに新型コロナウイルスの治療薬としてアビガンの臨床試験を開始したいと保健省が発表しています。以前から日本のアビガンがですね、フィリピンに無償で提供されて、それが試験されるという報道はすごいなされていたんですが、もう知らないうちに始まってるかなと思っていたんですが、実はまだ始まってなかったんですね。はい、フィリピン保健省のマリア・ロザリオ・ベルゲイル次官は6月23日、保健省は倫理委員会からの臨床試験の承認を待っていると述べました。それが得られれば、アビガンが食品医薬品局からの認可を受け、新型コロナウイルスの患者に投与されることができるようになるとのことです。やはり日本からアビガンが来たからといって、すぐ簡単に患者さんに投与できるものではないんですね。日本政府はフィリピンに新型コロナウイルス感染者100人分のアビガンを提供することを約束しています。5月下旬の時点で、日本政府はアビガンを新型コロナウイルスの治療薬として試験をし続けているものの、新型コロナウイルスによって引き起こされる重度の呼吸器疾患の治療薬として有効であるという証明はまだできていないということがフィリピンでも報道されています。一方、フィリピンはですね、WHO 世界保健機関が中心となり、複数の国が、フィリピンを含めた複数の国が協力をして行っている連帯治験というのがあるんですけども、それに参加をしています。抗マラリアヒドロキシクロロキンというのがその連帯治験で試験をされていたんですが、もう試験の結果、使用が中止されるということになったそうです。その連帯治験の研究により、抗マラリアヒドロキシクロロキンという薬がですね、標準治療と比較した結果、入院中の新型コロナウイルス患者の死亡率の低下にはつながらなかったという結論が出たそうです。そのため連帯治験の参加国であるフィリピンも、ヒドロキシクロロキンの新型コロナウイルス感染者に対する使用を停止したということをフィリピン保健省が発表しています。このように薬の使用はあくまでも試験であり、当然効果なしとされれば使用はしないということが、すでに試験が行われた薬品の一つで決まったということですね。はい、果たしてアビガンはどうなるでしょうか。2020年6月現在、330人のフィリピン人の新型コロナウイルス感染者が、この WHO が中心となって行われている連帯治験に参加していまして、新型コロナウイルスの治療薬として、レムデシビル、ロピナビル、リトナビルとインターフェロンの3つの薬の有効性をテストしているんですね。はい、というわけでもうアビガンの前にこのような薬の試験が行われています。フィリピンではこの動画を撮影している6月現在で毎日数百人単位で新規感染者が増え続けています。
フィリピンの保健省は感染率を示す曲線がですね、平坦化はしてきているものの、いくつかの地域で感染者の急増の傾向が見られるため、引き続き注意が必要であると警告をしています。アビガンの試験が7月からということが明らかにされましたので、良い試験結果が出ることを期待したいですね。また進捗がありましたら動画にしてお伝えしたいと思います。このチャンネルではフィリピン全体や私が住んでいるダバオ市についての情報をお伝えしています。チャンネル登録がまだの方はぜひよろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。